セレノア率いるウォルホート軍と前回覇者マクスウェル軍が激闘を繰り広げた決勝戦はマクスウェル軍の勝利で幕を閉じた。敗れたものの新当主セレノアの戦いぶりは改めて人々にウォルホート家の武威を印象づける結果となる。そして三国が集った式典と舞踏大会は盛況のうちに終了し、交流を終えた各国の代表はそれぞれ帰国の途に就くのであった。第3話、あ、前編になってる。立ち去る、なんだよ、波のごとくみたいな。ご来賓のお見送りが本日最後の仕事です。すでにお分かりかとは思いますが、ああ、気は抜かない。三国は微妙な均衡の上に成り立っているのだから。頼もしいよ、セレノア殿。僕はこのままノゼリア新鉱山の現場に詰める。いつでも訪ねてきてくれ。ごきげんよう、フレデリカ。二度と会わないことを願っているわ。なかなか無駄な時間だったよ。手柄自慢の式典に戦争ごっこ。いかにも古臭い王国、グリンブルクらしい余興だ。おっと、兄さんに告げ口でもされたらかなわない。気にするな。僕たちは僕たちの仕事をしっかりやり遂げればいい。あの二人の非礼は詫びよう。得るものの多い一日だった。私もです、アブローラ将軍。アブローラ将軍とも戦いたかったな。結局負けた。全部エグスアムのせいだ。面白い勝負だった。またいつか手合わせしたいものだな。世話になった、シモン殿にもヨシナに。はい、必ず。お揃いのようですな。皆様方の船にはグリンブルクの名産品を詰めるだけ積ませていただきました。レグナ王からのささやかな友好と感謝の証でございます。そいつはいい、少しは来た甲斐があった。その品々は我らが潮の女神に捧げます。教皇様もお喜びになられることだ。ウォルホート公、たった今レグナ王より貴公に特命が下されました。グリンブルク王国の返礼施設として帰国船に同乗せよと。返礼施設、つまり王の名代として相手国に出向き式典に参加いただいた礼を述べよということですか。王名とあらば喜んで。しかしエスフロストとハイサンド、どちらに向かえばよいのですか。王はウォルホート公の判断に任せると仰せでした。もう片方の国にはウォルホート家と同じグリンブルクの御三家ファルクス公が向かわれます。なぜ私には声がかからないのだ。我がテリオール家も御三家なのに。臣下としての器と忠義の差だろう。己の行いを振り返ってみることだ。セレノア殿、シモン殿譲りの戦いぶり
しかと見せてもらった。一方は私が引き受ける。どちらに行くかは貴公に任せよ。選ぶのかこれ。見聞を広め、御三家の筆頭にふさわしい立派な当主になってください。ランドロイ殿、マクスウェル殿、ありがとうございます。若さ、王はあえてあなたに判断を任された。その意味はお分かりです。レグナ王は私の考え方を見るおつもりなのだろう。初めての外遊先にどちらの国をなぜ選ぶのか。はい、今は両国ともに友好状態にあるゆえ、どちらに向かっても大きな問題はないでしょう。しかし今後三国の関係がどう変化するかは分かりません。その国を選んだことはウォルホート家の行く末に少なからず影響を及ぼす可能性があります。確かに慎重に考えねばな。ベネディクト、新年の天秤を用意してくれ。どちらの国に向かうべきか意見を集め、新年の天秤で決める。かしこまりました。新年の天秤がどう機能するんだ。酒場が回転した。よろつやも回転した。ちょっとよろ詰めじゃ。どこだ。じいさんはよろずや、特別なものを与えてくれます。クラスアップもここで行われる。先行ポイントと貴重なアイテムを交換。味方のクラスアップ交換所。お金ではなくポイントを使ってアイテムを購入します。主に切り札と勲章の2種類。切り札は戦闘中即座に発動できる軍令。行動ターンは使わない。 TP ではなく切り札ポイントを使います。1セントに1回。切り札5とかで、勲章、勲章でクラスアップか。とても貴重なので在庫に限りがあります。ストーリーを進めると入荷していきます。切り札ポイント最大値プラス1。現在の切り札ポイントは2。価格100円。40ポイントしかないのか。あ、でもこれ1ポイントで買えるんだね。じゃあ切り札ポイントめちゃくちゃ高いんだやっぱり。これはカトツっていうのかな。現在行動中ユニット、一旦の間必ずヒットしか作りつかない。これいいね。味方単体のヒットポイント 50% 回復、状態上低下したステータス直す。これは単体でしょう。まあ 50%、 まあどうだろうな、これそこまでって感じなの。だったらこっちの方が良くない。で、味方単体の行動順、自身の直後に行動する。ああ、これはでもなんかここだっていう時に使えそうだね。グリンブルク王国史、ノゼリア商会の発展、ノゼリア大河。これ誰が誰だか分かんないんだけど、クラスアップで見れるのかな。基本クラス、上位クラス、最上位クラス、3段階か。メリットは TP 増える、アビリティが増える、ステータスが上昇する、戦闘中の服装も変わります。以下の条件を満たす必要があります。ユニットのレベルか、そして勲章。なるほどね。必要条件、剣士からソードファイターはレベルが10必要で2等勲章。まあ、基本的に10になるとクラスチェンジができる感じだね、みんな。なるほど。で、アビリティ確かに増えるな。アラウンドソード、絆ありて。で、追撃の備えとかってどういう効果があるんだ。ユニット一覧で少し見てみよう。これどうやって説明文とか見るの。詳細で、追撃の備え、追撃時に命中が上昇、与えるダメージも増加、レベル5でしとく、反撃の備え。はい、
であとできたのが酒場、爪所の酒場。みんなで戦いについて語り合うのも悪くない。え、何これ。お、想定バトル。これは経験値稼げる感じかな。基本練習推奨レベル3。戦いを勝ち抜いていくためには近接の戦術向上が必要。狭い範囲の試合形式。これ永遠にできるの。あ、でもアイテムもらえるじゃん。ちょっと基本練習からやってみよう。これアイテムと金もらえればかなりでかいよね。ちょっとどれだけもらえるのかよくわかんないけど。あ、普通に兵士と戦うんだ。敵の殲滅。ちょっと待って、中止はしないよ。ユニット配置はできます。いや、これは大丈夫。出撃ユニットと控えユニット、おすすめユニット。アンナは出したいよな。回復も必要でしょ。で、ロラン入れてこれでいいか。全然 OK です。盾がいないね。ベネディクト盾に変えてもよかったかな。名前が分かんない、盾のやつの。基本練習バトルスタート。終わらせましょう。アンナ早いな。よし、攻めていこう。俺は負けん。ちょっと横に並んで後ろは取られないようにしよう。広告の弓兵か。憲兵。さあ行こう。でセレノワはもうこのままだな。ロングソード。ふん。最善の手を。ま、これ使うか。支えなくては。ありがたい。まま、私のできることを。ジーラはまあちょっとどっちにも回復魔法が打てるように真ん中ら辺に置いとこう。争いを収めるために。フレデリカ、フレデリカもちょっと今は攻撃だな。これさ、マジで素手で殴ってんのと一緒じゃん。盾兵参ります。で、何ここ並んでると挟めねえな。こっちだと前後で挟まれそうだけど、これ後ろ取れるか。でもアンナがこっち来ればポイズンスローでいこう。ポイズンスローはでも2マスか。いくつ使うんだっけ。1か、まあ、1だったら全然いいじゃん。耐えられるか。毒ダブルアクションからのアイアンダガーで、ロラン、よし後ろ取れんな。これ二段付けでも一気にいこう。この技ならば見たか。合わせます。で、どっちを向くべきか。こっちでいいや。ん、なんだ氷のやつ。すげえ。いや、ここで挟んでくんのか。凍結中。火属性で。やばい、フレデリカが死ぬ。普通に情けは禁物です。これさ、アイテム使う価値ある。でももったいなくない。もったいないけど、まあちょっと使ってはあげるか。じゃあ戦況を変えましょう。どこから攻めるか。弓兵すげえ厄介だな。こいつ倒したいな。左がだいぶ手薄になるけど、まあ、しょうがない。くれ。ほら。で、どっち向く。これは背を。回復はお任せを。で、挟むようにしよう。いきます。はい、やらせてもらう。はい、倒した。学んだ力今こそ。で、アイテム回収しておきたいっちゃ回収しておきたいんだよな。
これで2人が並んでるから炎の魔法でここ焼き尽くします。氷も溶ける。水たまり、雨、凍結中の場所に火の属性。水たまりに雷を当てると同じ水たまり上にいるユニットにダメージが当たりますみたいな。痛い。やば、挟まれる。これ挟まれるわ。死ぬ可能性がある。危ない。こうした強い。参ります。え、こうやってアイテムって最後に回収しよう。後ろ取れるんだったら後ろ取っちゃおう。はっ、効果的です。もう一撃2か。いやー、やっぱりちょっと直接攻撃が強いやつがいいな。はい、押し切れそうです。私も。はい、俺は負けん。で、ちょっと待ってね。槍はここにいればさ、ダブルで当たるよね。覚悟。ほら、いいね。さあ、行こう。アイテム回収させていただきます。最善の戦利品で、ベネディクトも一応猛威のごとく使うか。フレデリカ様、勝利のために。嬉しいです。その絵あれば憂いなし。なんだこりゃ、堅牢のごとくみたいな。いや、何かと違うな。私のできることで、ジーエラはじゃあ回復をするか。フレデリカ様、回復します。感謝です。で、こっち見とこう。終わらせましょう。で、アイテム回収して、これ炎と、もうここ焼き尽くします。よう強い。フレデリカもいいな。そんな、痛い。ご命令を。で、アンナさんはそこまでいけないか。ポイズンストーでも投げとく。満たすか。毒、背応えを。レベルアップ。で、ダブルアクションいけるか。そうか、ダブルアクションで2回使っちゃうのか。いくぞ。で、後ろが取れんな。お、さすが騎馬兵、行動力めちゃくちゃあんな。二段付けでいこう。逃さない。見たか。セレノの信念が高まった。あ、クリアしたからってこと。アイテム一つ使っちゃったんだけど。戦火ポイント9。お、鉄鉱石いいね。で、これが永遠にできるかどうか。じゃあまた来てね。あ、できる。で、多分報酬は1回しか取れないんだな。 OKOK、 ちょっと回復アイテムとかを見たい感じ。あ、ヒットポイントのリング手に入れたよね。物理防御2上昇するのか。それ結構いいな。2っていうのは防御系は2上がるのか。ヒットポイントの弾薬はでも5個あれば、まあ1セントは耐えられるような。意外に高いからね。アビリティ欲しいよな。じゃあ、いや、金もいくらあっても足りないな。物理防御のリングか。あ、在庫数があるじゃん、よく見れば。一番右、これ10個しかない。1個ずつしかないわ、在庫がないわ。え、じゃあ買っちゃってよくない。もう鉄鉱石ちょっと2つ必要だからね、あげるのに。石材も2つ買っちゃおう。この辺ちょっとアビリティ覚えちゃおう。使って、で、誰だっけ、この人か、鍛冶屋。んー、誰だっけ。アンナちゃんあげたいんだよ。しかも攻撃力、石材、必要素材が違うんだけど。あ、金も必要だっけ。いや、武器力上げときたい。で、
あとじゃあフレデリカだな。え、そっか、これ武器力、武器力で魔法が上がるのかどうかちょっと怪しいよな。晴れの時、繊維か、まあちょっといい、晴れを祈ろう。で、金もなくなったな。で、ユニット一覧からちょっと盾選ぶレベル2か。これちょっとどうやって見るんだっけ。あれ、装備ってどうするんだ。所持品化でいくのか。ヒットポイントリング、あ、そっかそっかそっか。これでちょっとエラドールにしよう。こっち前線に突っ込ませる。あ、ちょっと待って、ここでこうでこうか。 OK、 じゃあちょっともう一戦やっちゃおう。もう一個のやつ、ハサミ撃ちも繊維が手に入るな。でエラドール出そう。されてるってことね。何も見てない。ちょっとベネディクトをユニット配置、ベネディクトってって変えるの。これかで、ん、承知しました。これね、これね、喜んでまいりましょう。よし、天気晴れ、オッケー。ハサミ撃ち、結構敵いるな。アンナ出すか。いや、これはもう突っ込もう。切る、ハッ、お、強え。ダブルアクション、攻撃力が上がっている。あれ、下にアイテムが起こってんだけど、後ろ取られない。弓兵か、まさか。いやー、これ外れないのか。俺は負けん。ロランどっち出す。ロランと盾でこっちをなんとかするか。じゃあ後ろ取ろう。二段突きでガンガン行こう。逃さい、いける。よし、でどっちを向くか。こっちでいいや。逃げてった。狙われるよね。もうしょうがない。さあ行こう。セレノはもう下だな。で行動終了。俺が相手だ。で盾、盾は挟めるから盾、盾攻撃バッシュ。あとは任せろ。なんか盾とかも遅いからさ、あんまり前線っていう感じにはならないな。で、あ、盗賊にそういえば攻め込まれてたんだ、忘れてた。死んだ。死んだ。何もできないで死んだんだけど。しまった。そう。やばい、回復薬か。しかも回復すんのかい。いや、めちゃくちゃ厄介だな。学んだ力、今こそ。マジか。じゃあちょっとこれ攻撃魔法でこれ2体入れよう。焼き尽くします。しかもあれ、
よし、威力アップ。どんだけ威力アップしてんのかよくわからん。背は取られないようにしよう。パクられた。うわ、仕事の時間です。で、アイアンダガーでこいつ倒すでしょ。やらせてもらう。ウォルホート家の当主として。で、そこからさらにアイアンダガー、ポイズンダガーにして、毒で殺せないかな。で、これ回収しよう。まだいける。戦利品で、こいつ今挟んでんのか。二段突きいけんな。この槍を受けよ。いける。倒れろ。レベルアップアビリティしとく。力がいるんだ。で、なるべく後ろ取られたくないんだよな。後ろは取られたくないんだけど、ちょっと行く場所がないから、ここで。さあ行こう。で、58はさすがに無理だから、20だったら倒せるでしょ。結局まあ毒にした意味がない。とどめ。で、後ろは取られないように。フレデリカ様、痛い。来るか。これ下までいけるの。挟まってる。ロラン、いや、めっちゃ挟まれてる。俺が相手だ。ただこいつは倒したい。どうだ。ほら、あとは任せろ。で、行動しとこう。アイテムゲットするために終わらせましょう。戦利品2個で、フレデリカ様、炎撃っとくか。私の魔法で。炎撃てないんだよね、もう。で、こっち。あ、逃げてんな。回復を。そうだな、おびき寄せよう。一旦ちょっとおびき寄せよう。やっぱり固まって動いた方がいいな。どうする。で、ほら、ちょっとまずいから、背を取られないように回復の外役使うか。もらうぞ。あ、取られるか。背、背は大丈夫か。どこから攻めるか。では倒す。終わりだ。で、こっち。何？痛い。よ。ちくしょう。めちゃくちゃ挟まれてる。何？いや、パクられた。こいつら。腕が鳴るぜ。しかし、挟むのはこっちも一緒よ。悪く思うなよ。高さ補正発生。学んだ力、今こそ。フレデリカ様、挟めない。炎の書。まあ攻撃力弱いのもこれしょうがないよね。回復するか。しかしそれは経験値稼ぎ。アンナ様、今うちのスーパーエース、アンナ。いけ。押し切れそう。続きます。当たらん。しょうがない。それはそれ、しょうがない。もう一撃。効果的です。もう一撃。決まってれば倒せたのにな。で、これも二段突破継ぎって何？直線3マス物理攻撃、4マス先に移動する？ 3 使うってこと？これランスだけで倒せないかな。倒せそうだよね。覚悟。はい。ガラキだ。はい。よし、これでもう挟まれることはとりあえずなくなったから、どこから攻めるか。こいつ挟めねえのか。挟めねえけど倒せそうだな。なんかそれが結構順番的にいろいろ倒してんな。しまった。学んだ力、今こそ。これ取りつつ、炎の魔法。私の魔法で。お、何？この盾が破れるかな。あいつは魔法に強いのか。
よっしゃ、あとは任せろ。自分で自分を書くか。覚悟はできたんです。ってわけではない。アンナ様の餌食にしてやろう。いや、つえ。仕留めます。アンナとかマジでつえわ。どうしよう、ちょっとあのアイテムを取りたいから、一旦行動終了して、さあ行こう。届かないよね。大丈夫大丈夫、終わらせましょう。覚悟はできています。腕が鳴るぜ。あ、挟めん。移動力が少ないからか。どうだ、バッシュ。セレナの信念が高まってるけど、これ何が上がってるんだ。お、鉄鉱石を手に入れた。オッケーオッケー、実りある戦いだった。ちょっとアイテムだけ買い足しとく。4つになっちゃったよ。150円か。お金もそんなあるわけじゃないからな。やっぱ4つでなんとかしよう。で、詰め所から出る。はい、で、メインストーリー。エスフロストとハイサンド、いずれかの国に向かうべきか決めることになったセレノア。天秤があるね。そのようなわけで、セレノア様は返礼施設の退任を仰せつかった。エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、どちらに向かうべきか意見を聞かせてもらいたい。そして新年の天秤の前で各々の判断を示してほしい。私はその結果に従って進むべき道を決めようと思う。多数決を取るというのか。はい、全員の意見に耳を傾け、共に歩いていく。それがウォルホート家なのです。この天秤にかけて皆で選んだ道ならば、どんな道であろうと私は当主の責任を全うします。本当に大したやつだよ、お前は。セレノア様のお覚悟は分かりました。よし、決めた。俺もこの外遊についていく。もちろんお忍びでな。だから先導は任せるぞ、ウォルホート公。王子、そんな勝手な。お前は残ってもいいぞ。お供します。私はロラン王子の親衛隊ですから。わかりました、共に行きましょう。ちょうど新年のコインと同じ人数になりましたね。セレノア様が初めて天秤に問おうとされた時に偶然7人が揃うなんて、なんだか不思議ですね。偶然ではないさ。おそらく我々は共に歩む運命なのだ。ええ、きっとそうだ。では若様、皆に1枚ずつ新年のコインを渡してください。わかった。皆それぞれ思うところを話してもらいたい。しかる後、新年の天秤にコインを乗せ、ウォルホート家が進むべき進路を決めよう。これあれだな、なんか自分で決めるってわけではなさそうだな。今まで取ってきた行動が影響するのか。エスフロスト公国、聖ハイサンド大教国、どちらの国を訪ねるべきか。私自身は新年のコインを持たない。当主の役目はコインに託した港、ローンを交わすこと。
互いの意見を率直に語り合い、思慮を深めた上で天秤の投票に臨もう。投票、物語の展開を投票で決めます。各キャラクターが自らの信念で投票し、多数決で結果が決まります。決まった結果にはプレイヤーも従わなくてはなりません。なるほど。投票を行う前に他のキャラクターに対して意見を翻すよう説得をすることができます。説得に成功したかどうかは開票するまで分かりません。説得の成否はセリノワの信念の強さが影響します。説得のコツ、鍵となる情報の有無も説得の成否を左右します。必要な情報はその場で手に入るものばかりとは限りません。普段からいろんな人に話しかけましょう。お、エスフロスト公国3人、聖ハイサンド大峡谷が3人、保留が1人か。アンナが保留してんな。ちょっととりあえずベネディクトに話してみよう。セレノワ様、聖ハイサンド大峡谷、異邦院がある。魔法や医学の研究が進んでいる。あ、異邦院に行きたいんだね。説得しますか。話せば分かってくれそう。説得を保留。てか俺自身今どっちに行きたいとかないんだよね、別に。なあ、エスフロスト公国、多くの関わりを持つことになる。うん、フレデリカ様どっちだっけ。ああ、聖ハイサンド大峡谷か。エスフロストには行きたくないんだろうな。あ、生まれがあれか、お母さんハイサンド大峡谷なんだ。なるほど。なんかそう言われると少し押せば説得できそうだ。わか、ハイサンドに行くのは乗り気がしない。ソルスレートのヘグスランドの腹の底が見えない。フレデリカ様の婚約者に迎えられたのですから、挨拶がつったらエスフロストに行ったらどうかな。取り付く島もなさそうだ。マジか、意志は固い。ちょっとアンナちゃん今どっちになってんだっていう感じだよね。特に希望ありません。セレノワ様のご意見を伺ってから判断したい。いや、どっちもないよ。どっちもないまま保留にしとこう。俺もどっちもないから、ちょっとここはもう流れに身を任せよう。兵の鍛錬法、器量を実際に見て確かめたい。兵士、あ、なんか後ろにいる。フラニ殿下、パトリアト様、あちらで来賓の見送りをしている。こたびの任について気になることがあれば聞け。はい、レグナ王の王名は確かに伝えた。何か質問ありますか。円弧を抱えてノゼリアの塩を一手に握る聖ハイサンド大峡谷について確認したい。これすっげえベネフィットっぽいな。フレデリカの故郷、自由を掲げるエスフロスト公国、これフリーダムか。自分が使える主家が一番気がかり。グリンブルク王国に問題はないですか。これにしよう。心配ご無用。グリンブルクは王党派貴族が抜かりなく取り仕切っている。我が王国には地の利を生かした交易と長い歴史が築いた良き習慣がある。武家であるウォルフォート家が気遣うような問題は何もありません。強いて言えばロラン様の気まぐれぶり、レグナ王クラニ様の不況を買っている。気まぐれではありません。ロラン様は王国に尽くしたいと真剣に考えている。第二王子として恥ずかしくない振る舞いをお願いしたいもの。それは王家のご家庭の事情。御三家筆頭であるウォルフォート公が口を挟めば、それこそ王家が割れる問題になりかねない。エンテス大戦においてウォルフォート家はグリンブルク王家に剣を向けた過去がある。あ、そうなの。もちろん最後は王国と結んでエンテス大戦を終結に導き英雄と呼ばれるようになった。未だ勘ぐる者もいる。迂闊なことをなさらぬ方が良いと思慮します。余計な発言でした。私などの愚見か。セレノワ殿の判断を曇らせた一大事、気にしないでください。あ、もうこれ話せないか。話せないっていうか別にないよね、選択肢は。フーラニ様、ボルホート公、貴公は貴公の務めを果たせばいい。ロランのわがままに付き合う必要はない。ロラン様なりに王家を持ってのこと、兄として弟の気持ちをなんだっけ、ちょっともう漢字が全然読めロラン様は主であると同時に兄弟のような間柄、切磋琢磨します。ご助言感謝します。フラニ様とも恋してあったりこれはまあ真ん中にしよう。兄弟のような間柄、実の兄である私の代わりを貴公がしてくれるというのか。フラニ様の代わりができるとは思っていません。しかし実の兄弟だからこそぶつかってしまう思いもある。
私が間に入ることで二人のすれ違いを少しでも減らせられれば、それが未来の王家のためになる。面倒な役を買って出るとは貴公の物好きだな。勝手にするがよい。これ奥はもうまだ行ける。ちょっと走ろう。あ、ここまでか。じゃあもういいんだけど、別にこのままちょっとどっちに行くか分かんない。これ完全にアンナちゃんの気分次第だな。説得を終えて投票に移りますか。はい、投票。さあさあさあ、どうなる。では投票を始めよう。エスフロスト公国と聖ハイサンド大峡谷、どちらの国に向かうか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。あ、なるほど。これ一番上にやって右か左のはどっちか重い方が揺れるのか、揺れるっていうか。あれ、アンナちゃん結局どっちにしたんだろう。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。どっちこれ。おお、聖杯サンド大峡谷にしたんだ、アンナちゃんは。道は定められた。我らは聖ハイサンド大峡谷へ向かう。よし、ウォルホート家は聖ハイサンド大峡谷へ向かう。皆、この道が我らにとって正しいものとなるよう力を尽くしてもらいたい。パトリアト殿、我らは聖ハイサンド大峡谷に向かいます。承知しました。では王の名代として教皇と七聖人の皆様に感謝と友好の意をお伝えください。セレノア殿、貴公が我が国を選んでくれたことは光栄だ。だが一つ忠告せねばならない。フレデリカ殿は連れてこない方がいい。彼女がハイサンドに入ればいろいろと面倒なことが起きるはずだ。彼女はエスフロストの公女であり私の許嫁だ。何が問題なのですか。もちろん問題などない。こうして他国にいる限りはね。だが我らの国ではその髪の色には特別な意味がある。この髪の色は母から受け継いだローゼル族の証。私の母はハイサンドから亡命したローゼル族なのです。ハイサンドの潮の女神教がローゼル族を罪人として扱っていることは知っているな。はい。ですが私はエスフロストで生まれ育ちました。私にどんな罪があるというのですか。わかりました。シモン殿は三国共同採掘の立役者だ。可能な限り便宜を図りましょう。すみません、ムキになってしまって。それは構わない。でも本当に良いのですね。はい、私は知りたいのです。母がローゼル族がどんな場所でどんな扱いを受けてきたのかを。ローゼル族がマジで分かんないからな。立ち去る波のざわめきに。
これで前編が終了か。